こんちは、翔太です、えー。今回はですね、先ほどですね、新生後状態の降臨が強いという話をしたんですけれども、あのコメントでですね、教えていただいてですね、あどうやらですね、ブラウザ版もうネタバレないと思ってたんですけど、ブラウザ版の方に専属武器だけネタバレしているっていう、またちょっと微妙なフラゲ情報が出てしまっていて、まあちょっとそれについて話していこうかなと思います。 えっとまずですね、この公前理って読むんですかね、来月の、えー、月,月の、まあ、UR キャラクターですね、えー、無課金の UR キャラクターが追加されていました、えー。こちらのキャラクターはまずですね、奥義はないんですけど、ちょっとこのブラウザ版で奥義がないのか、実際に奥義がないのかっていうのが、まだちょっとですね、はっきりしていない部分があるので、まあ、現状、奥義はなさそうという感じです。 で、スキルに関してはですね、スキル1で、えー、残り HP パーセンテージが最も低い敵に700%の法術ダメージを与える。えー、攻撃前100、100%の確率で敵の有益状態を1つ解除。えー、自身の知力値が敵より高い場合100、100%の確率で敵の有益状態を1つ解除。えー、敵の残り HP が50%より低い場合、ダメージが倍になるっていうところで、まあ、そうですね、1名にしか攻撃しないんで、基本的には使いにくいのかなとは思います。 まあ、ただ、攻撃前に、えー、有益状態一つ解除できるんで、そういった使い方はできるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、知力値が敵より高い場合、さらに一つ解除っていうのは、これはですね、さすがにこのキャラクターをそこまで育成するかと言われるとしないと思うので、発動は難しいかなと思います。で、敵4名に600%から1200%の砲術ダメージを与える、えー、敵の残り HP パーセンテージが低いほどダメージが高くなる、す、え、べ、ー、ての攻撃後、自身が総ダメージの25%の HP を回復と、まあ、こちらに関して でもですねただの範囲攻撃でそんなにダメージも出るものではないので、まあ、正直ですねこの UR の段階だとこの、えー、バフ解除ですね、えー、通常のバフの解除に魅力を感じない限りは使うことないかなと思います、えー、パッシブが攻撃力34%会心値レベル ×180HP34% 地力値レベル ×160 とで武器がですね 攻撃力18%命中値レベル ×240 900防御貫通900となっておりますまあ基本的にはそうですねまあパッシブはなかなかまあいいっちゃいいような気はするんですけどでもやっぱりですねこのキャラクター防止になるのかなと思うのでまあ耐久面一切振られてないというところもありますしまあやっぱり u r の段階だと あのバフ解除ですね。ここ使わない限りは必要ないかなと思います。で、続いてこちらですね。あの、新しいキャラクターですね。天草四郎の専属武器だけ来てました。これはかなりショックですね、正直。またかって感じです。 攻撃力19%体力値レベル ×260 命中値レベル ×280 となっていて、まあ、一番気になるのが、まあ、帽子っていうところなんですよね先ほど降臨状態ですねかなり耐久性上げてくれるパッシブかなと思ったので、えー、まあ武将について欲しいなって話をしたんですけどこの帽子につくってなるとですね、まあ、正直影コートセットで使って いいいるようななななな状態じゃないととなかかなかきついかなと思いますあのこの天草四郎自体がえ降臨状態にも自身自分で入れるしえ追加で、まあ、影構成後状態にも自身で、まあ、入れることができないとなかなか難しいんじゃないかなと思います、まあ、あるいはもうそのことサポートに回ってもらって降臨を他のキャラクターにばらまけるのであればかなり強いキャラクターになるかなと思うので、まあ、そういったサポートキャラであれば非常に優秀かなと思います ま、命中値が上がるっていうところから、ちょっと中途半端なアタッカーになるんじゃないかなって個人的には思ってますね。命中値上げる意味っていうのが正直アタッカーじゃないとあんまりないのかなと思うので、あの、まあ、攻守優れたキャラクターになるといいんですけど、どっちつかずなキャラクターになるんじゃないかなって個人的には現状は思っております。まあ、これで今回の動画は終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。